平成29年2月28日、阿蘇ジオパークブランドの認定講習会が行われ、参加した企業や団体に認定証が手渡されました。この講習会には、2月10日に行われた認定審査会の一次審査を通過した20の企業や団体の代表者が参加して行われました。まず、阿蘇ジオパーク推進協議会の池部慎一郎事務局長が、スライドを使いながら、阿蘇ジオパークの活動内容などについて説明しました。この中で池部事務局長は、阿蘇ジオパークは世界に認められたジオパークなので、誇りを持ってほしい。そのためには、価値あるジオブランドを作ってもらいたいと話しました。そして、講習会に参加した20の企業や団体の商品29点に、阿蘇ジオパークブランドとしての認定証が交付されました。この日認定された阿蘇ジオパークブランドの商品は、今後、阿蘇ならではの商品として、国内外に魅力ある一品として情報発信されることになっています。